ユダ・マカバイの勝利、ギュスターブ・ドレガ、ユダス・マカベウス HWV63 は、ゲオルク・フリードリ・ヒヘンデルが作曲したオラトリオ。このオラトリオは1745年から翌年に、かけてのジャコバイトの反乱の鎮圧を反映し、この戦いで活躍したカンバーランド公爵の、スコットランドからの帰還を祝うために書かれた。1746年から翌年にかけて書かれた。 軍国主義四部作の一つである。ユダ・マカバイは、偶像崇拝を強要する、異教徒の圧政からイスラエルを解放した英雄であり、旧約聖書続編の、マカバイ記に登場する。初演は1747年4月1日、ロイヤル・オペラ・ハウス。メサイアに次いで人気の高いオラトリオである。台本は、トマス・モーレルによる。ユダス・マカベウスは、成功を収めた。また、 当時ロンドンに住んでいた5000人ほどのユダヤ人は、このオラトリオを熱狂的に迎えたという。ユダヤ的な内容を嫌った、ナチスドイツでは話を、オラニエコーはウィレム一世によるオランダのスペインからの独立に差し替えた、ナッサウのビルヘルムとして1941年に、ハンブルクで上演された。有名な、ミオ勇者は帰るは、初演時には存在せず、 1750年の再演時に別なオラトリオ、ヨシアのために書かれた曲を釈用したものである。この曲の旋律は様々に使われている。ベートーベンはこの旋律を用いてチェロとピアノのための変奏曲を作曲している。また鈴木メソードではバイオリン用の練習曲になっている。またこの曲はかつては近代オリンピックの表彰式に流されていた。日本では 特賞歌として表彰式における表彰の BGM としてよく知られる。また、スイス人作詞家、エドモンド・ルイス・バドリーは、1884年、この旋律に、聖句から賛美歌の歌詞、喜べやたたえ親をつけた。欧米諸国では、イースターの歌としてもよく歌われる。イギリスでは、愛国家として扱われ、ヘンリー・ウッドの、 イギリスの海の歌によるファンタジアの中でも使用されている。もともとこのオラトリオは、ハヌカの起源になった出来事に関するものであり、ユダヤ教では、レビン・キプニスの作詞による、ハバナリマというハヌカを祝う歌として歌われる。モーレルによる台本は、第二聖典、または、外典とされる、マカバイキ1の2から8章に基づいており、それに、 フラウィウス・ヨセフス、ユダヤ古代史の要素が加えられている。このオラトリオで病出されるのは、紀元前170から160年、ユダヤがセレウコス朝に支配されていた時代の出来事で、セレウコス朝はユダヤ教を根絶しようと試みた。ゼウス崇拝を命令され、迫害の脅しのもとで、ユダヤ人の多くは、その命令に従ったが、あくまで従わないものもあった。 反抗者の一人であるマタティアは、異教の生贄を捧げようとした仲間のユダヤ人を殺害する。マタティアは、異教の祭壇を破壊した後、山中に逃げ込み、そこで、ユダヤ教の信仰のために戦おうとする人々を集める。ヘンデルの音楽は、ユダヤ人たちの運命が落胆から寒気へと変わるのに、連れて変化する気分を描き出している。 人々は指導者であるマタティアの死を悼むが、マタティアの子であるシモンは彼らの信仰を復活させようとして、戦いに参加するように告げる。シモンの兄であるユダマカバイは指導者の役割を引き継ぎ、エホバの力による自由と勝利の信念によって、人々を奮い立たせる。人々は、勝利を得るが、ユダは彼らが慢心して、勝利を自分たちの手柄と考えるようになるのでは、 ないかと懸念する。セレウコス朝の将軍であるゴルギアスは復讐を計画し、人々の浮いた気分は落胆の嘆きへと変わる。再びユダが人々を召集し、異教の祭壇は倒されなければならないこと、偽りの宗教には反抗せねばならないことを主張する。ついにユダヤ人の勝利が獲得される。ローマが、 ユダヤ人と同盟してセレウコス朝に対抗しようと考えているという知らせが届く。とうとう祖国に平和がもたらされ、人々は喜ぶ。1747年初演時の歌手、ありがとうございます。